フェニックスはアメリカ海軍のブルックリン休憩巡洋艦5番艦。艦名はアリゾナ州フェニックスにちなむ。フェニックスは1938年10月に巡航した。太平洋戦争開戦時は新珠湾にいたが、新珠湾攻撃での被害はなかった。1942年初頭より東南アジア方面やインド洋に進出し、戦団護衛任務に従事した。 1943年になると、第7艦隊に編入され、上陸部隊護衛や、対地砲撃に従事する。1944年6月中旬、美ラ島攻防戦に伴う今作戦で、日本軍駆逐艦五隻と野戦を繰り広げた。10月下旬以降のフィリピン攻防戦では、第77任務部隊として、霊沖海戦すり顔海峡野戦に参加し、 西村艦隊を迎撃した。その後、幾度か、神風特別攻撃隊と交戦した。太平洋戦争終結後の1951年4月にアルゼンチンに売却され、最終的にヘネラルベルグラノと解明された。長らくアルゼンチン海軍で運用されていたが、1982年5月2日、フォークランド紛争で原子力潜水艦。 コンカラーの魚雷攻撃を受けて沈没した。フェニックスはニュージャージー州カムデムのニューヨーク造船所で1935年4月15日に寄港する。1938年3月13日にドロテア・キースム・ナン夫人の手によって浸水した。同年10月3日にフィラデルフィア海軍造船所でジョン・ダブーランキン大佐の指揮下で収益した。後、 フェニックスは完熟公開で、トリニダード・トバゴのポート・オブ・スペインまで公開。その後、サントス、ブエノス・アイレス、モンテビデオ及びサンフアンを親善訪問。フィラデルフィアには1939年1月に戻った。その後、フェニックスは太平洋方面に移動した。真珠湾攻撃から1942年、前半真珠湾攻撃で破壊された戦艦アリゾナ。 およびウェストバージニアの横を通過するフェニックス1941年12月7日、フェニックスは、真珠湾内フォード島の北東側に、病院戦ソレースの近くに停泊していた。フェニックスの見張りは、フォード島上空を飛ぶ不審な飛行機、日本機を発見する。まもなく日本機の攻撃が始まり、フェニックスは作動できる重砲で、これに反撃した。日本側は、 第2航空戦隊空母操流の99式、艦上爆撃機がフェニックスを攻撃し、250kg 爆弾2発が命中して、中破したと判定している。だがフェニックスは健在であった。その日の午後には、同じく、真珠湾内にいた、軽巡洋艦セントルイスとデトロイト及び数隻の駆逐艦、たまたまハワイ近海で訓練中だった。 従順洋艦ミネアポリスと共に臨時の任務部隊を編成し、第一航空艦隊司令長官、ナグモ忠和中将が率いるナグモ機動部隊の策的に出撃した。すると春勢提督の空母エンタープライズ偵察機がオアフ島南西で敵艦隊を発見し、直ちに攻撃隊が発進した。フェニックス以下の任務部隊を日本艦隊と誤認したのである。 フォード島に向かったエンタープライズの F4 回、ワイルドキャット6機のうち、4機は、味方の対空砲火で撃墜された。真珠湾攻撃の後、フェニックスは本国域の輸送船団を護衛し、別の輸送船団を護衛して、真珠湾に戻ってくる任務を約1ヶ月行った。任務終了後、フェニックスは、サンフランシスコからメルボルン行きの輸送船団を護衛する。航海の途中、 戦団の行き先は、日本軍が進撃してくることが想定された、ジャワ島方面に変更となった。1942年2月中旬、フェニックスは、ジャワ島に、カーチス P-40 戦闘機を緊急輸送する、水上規模艦ラングレート、イギリス輸送船 C ウィッチを含む MS-5、戦団の護衛を行った。戦自体は、オーストラリアのフリーマントルを2月22日に、 出港し、正論島に向かっていた。フェニックスは2月28日に、イギリス系巡洋艦エンタープライズと、船団護衛の任務を交代して、ラングレートシーウィッチの護衛に当たる予定となっていた。ところが、日本軍のジャワ島上陸が時間の問題となってきたので、ラングレートシーウィッチは即座に、船団から分離して、全速力でジャワ島へ向かうよう命令され、船団を離脱した。 2月27日、ラングレーは、駆逐艦ホイップル及びエドサルと共に、ジャワ島に向け航行中、チラチャップ沖合で、日本海軍の一式陸上攻撃機の爆撃を受けて、損傷し、ホイップルに来撃処分された。シーウィッチは、低速ゆえラングレーから引き離されており、攻撃を免れた。攻撃を受けなかったフェニックスは、しばらくの間、日本軍の脅威に備えて、 インド洋で紹介し、ムンバイ行きの輸送船団の護衛に従事した。1942年後半から1944年艦長が、ジョゼフ・アール・レッドマン大佐に変わったフェニックスは、1942年の後半を第44任務部隊の一艦として、過ごした。フェニックスは、駆逐艦ヘルム・マグフォード及び、パターソンと共にリリプット作戦に参加し、欧州海軍の軽巡洋艦、 ホバート及び付属の駆逐艦と交代でニューギニアと方海域での戦護衛を行った。作戦終了後、フェニックスはブリスベンを経て1943年7月にフィラデルフィア海軍造船所に到着し、オーバーホールに入った。オーバーホール後、フェニックスはコーデルハル国務長官をカサブランカまで乗せた。続いて、 ダグラス・マッカーサー大将の指揮下で行動する第七、艦隊に配備された。連合軍は、とりあえずニューブリテント・ラバウルを攻略するか、孤立させる方向で進撃した。12月26日、フェニックスは、姉妹艦ラッシュビルと共に、ニューブリテント・西端のグロスター岬にある、日本軍施設を4時間にわたって攻撃した。この後、連合軍が、 グロスター・岬上陸に上陸した。ダンピア海峡を確保した連合軍のうち、マッカーサー軍はパプアニューギニア経由でフィリピンを目指した。環状のマッカーサー大将と、近景度中上1944年2月28日1944年1月25日から26日の夜には、パプアニューギニアのマダンとアレクシス・ハーフェンの日本軍に対して夜間攻撃を行った。 続いてフェニックスは2月29日からのアドミラルティ諸島の戦いに参加し、ロスネグロス島に上陸して威力偵察を行う第一騎兵士団を支援を行ったが、第一騎兵士団は島で抵抗に合わなかったのでそのまま占領した。一連の戦いの最中、フェニックスは近畿土帝徳の機関であった。南西太平洋方面総司令官、マッカーサー大将は、 作戦が際どい性質のもので、情勢により、即座に決断を下す必要を感じたので、フェニックスに乗換して、戦いを観戦していた。ラバウルを孤立させた、連合軍は、パプアニューギニアの北海岸を精神した。3月4日と3月7日、フェニックスはナッシュビル及び、欧州海軍の従順洋艦、シュロップシャーと共に、アドミラルティ諸島内のハウウェイ島に対して、 艦砲射撃を行った。この島にある日本軍の大砲はマヌス島に対する大きな脅威になると考えられていた。三隻が攻撃を始めた時には日本軍の反撃は激しかったものの三隻からの砲弾が次第に命中するに及んで反撃は沈黙していった。連合軍はニューギニア東北岸での作戦を続行した。 4月22日からのホーランジアの戦いで、アメリカ軍は大部隊で上陸作戦を完工した。フェニックスはフルボントワンに入って砲撃を行い、上陸部隊の進撃を容易にした。ホランジアに行った第9艦隊は壊滅した。4月29日から30日の夜にかけては、パプア州、枠出島とサワールのにある日本軍の飛行場と不時着場に対して、 艦砲射撃を行い、この方面での航空反撃の可能性を削り取った。5月17日、連合軍は枠で地区に上陸し、2日後に枠で守備隊は玉砕した。美白島を引き続き、美白島とチェンデラワ州湾への攻勢が始まった。マッカーサー大将はこの方面に重爆撃機の基地を建設することを計画していた。日本軍も島に飛行場を建設していたが、 滑走路一1本が使用可能になった程度だった。5月25日、フェニックスはナッシュビル及び軽巡洋艦ボイシと共にフルボント1を出撃27日から始まった美薬島上陸を支援した。美薬島には日本海軍の第28根拠地帯と日本陸軍の不評第222連隊が配備されていた。日本軍の抵抗は熾烈で、 火力支援部隊が沿岸部の日本軍陣地を砲撃した際に2隻の駆逐艦が反撃を受けて損傷した。フェニックスは5インチ砲を持って陣地を破壊した。この方面の日本海軍水上部隊を指揮していたのは南西方面艦隊令下の南西方面警戒部隊指揮官、第16戦隊司令官、サコインナ少将であった。南西方面艦隊や第4 南図解艦隊、さらに連合艦隊の意見具心により、大本営は南方軍の海上機動、第二旅団を海軍艦艇で輸送することに決定した。これが今作戦である。本作戦に第二方面軍司令官、阿南コレチカ陸軍大将も大きな期待を寄せていた。日本軍が増援部隊の派遣を検討する中、美役島では激戦が続いていた。 日本陸海軍航空部隊は、ニューギニア島の西パプア州サロンや馬防拠点に、ビラク島方面の連合軍に空襲を観光した。6月4日、フェニックスは、他の艦艇とともに、ニューギニア北西岸を航行中、日本軍攻撃隊に攻撃された。日本側は、ホノルル型形順2隻、オマーハ型形順2隻、駆逐艦8隻を攻撃し、ホノルル型一撃鎮をおね確実。 オマハが体質に、資金弾、グラマンに撃墜、冷戦一味機関、水星一味機関を報じた。フェニックスには二機が攻撃を行い、対空砲火を打ち上げたものの撃墜することはできなかったが、照準を狂わせることができた。二機が投じた爆弾は、資金弾となり、一発は一名を戦死させて四名を破片で負傷させた。別の一発は、フェニックスのと、 スクリューに損害を与えた。他に、島ンナッシュビルが資金弾で損傷した。翌6月5日の夜にも美ト島近海で、一式陸上攻撃機三機の航空攻撃を受けたが、対空砲火を打ち上げて追い払った。立候隊は戦火を課題報告したが、一機が被弾消破したのみで、全機帰投した。フェニックスが両艦と共に、ニューギニア北西岸を航行している頃、 日本海軍の艦艇多数を投入した第一次、今作戦が実施されていた。第一次、今作戦部隊は6月2日夕刻に、ミンダナオ島ダバオを出発し、美役島に向かった。だが、翌3日、B、B-24 日に直接された上に、敵有力部隊ニューギニア北西部行動中という、理由で中止された。不相と、第五戦隊は、ダバオに引き返し、輸送部隊は、 ラジャーアンパット諸島のワイゲオ島を経由して6月4日夜ソロンに入りした。日本陸軍偵察機が空母2隻、戦艦3隻、駆逐艦約10隻を報じて、これを敵有力部隊と判断した結果だったが、実際はフェニックスを含む巡洋艦部隊であった。6月8日から6月9日の夜にかけて、フェニックスはビクター・クラッチ霊少将を率いる。 第74任務部隊の一艦として、美役島に逆上陸を試みる日本軍の動きを警戒していた。そんな最中、第2次、今作戦で美役島に向けて進撃中の、サコイン・ナオセ・少将を率いる駆逐艦五隻が任務部隊に迫りつつあった。サコン・ジョー少将は、従順・アオバヤ、ケイ・ジ春ン・キヌオ、ハルマヘナ島、バチャン・ハクチに退避させ、 駆逐艦6隻のみで8日早朝にソロンを出撃、美悪島を目指していた。だが、昼間に P-38 と B-25 の反調爆撃で駆逐艦白露が勝破、駆逐艦春雨が沈没し、第27駆逐隊司令白浜聖奈大佐が戦死した。それでも美悪島揚陸の決意を変えず、進撃を続けていたのである。 第74任務部隊は夜戦で日本軍輸送部隊を迎え撃った。しかしアメリカ艦隊を発見した輸送部隊は巨雷を発射しつつ高速で退却する。圧倒的優勢の第74任務部隊はレーダーで砲撃を行いつつ追撃したが逃げ切られた。西野は輸送部隊の最後尾にいたしぐれに敵艦隊が 距離約5000メートルまで迫っていたと回想している。しぐれは、後部砲塔で反撃し、敵巡洋艦に命中弾5聖車を認めたが、敵弾2発が命中して、戦士7名、重軽傷15名を出している。しぐれなどを取り逃がしたフェニックスと両艦は、ゼイヤドラーワンに帰討した。日本海軍は、ヤマト型戦艦の投入を決断し、第三次、今作戦を開始した。 ハルマヘラ島、バチャンハクチに重量艦を含む今作戦部隊が集結した。だが、サイパン島の情勢が急変し、6月13日をもって第3次、今作戦は中止された。さらにマリアナ沖海戦が連合軍の勝利で終わると、マッカーサー部隊に対する日本軍の圧力は消滅した。一息ついたフェニックスたちは整備を行った後、 7月2日にヌムフォア島を艦砲射撃し上陸を支援した。砲撃の後、フェニックスのイルカ行きには日本兵の死体や飛行機の残骸が漂流していた。続く9月15日からのモロタイ島の戦いでは、フェニックスはボイシ、ナッシュビル、シュロップシャー及び従順洋艦オーストラリアと共にモロタイ島上陸部隊の援護のためハルマヘラ島を砲撃した。 フィリピン10月17日のレーテワンスルアン島上陸、続いて20日のレーテ島上陸からアメリカ軍のフィリピン奪還戦が始まった。フェニックスは第77任務部隊に所属し、巡洋艦4隻特逐艦部隊で第77任務部隊第3軍を編成しており、ラッセル・エス・バーキー少将の機関であった。第77任務部隊にはこの他に、 ジェシー・ビーオルゲンドルフ少将の戦艦部隊、トーマス・ウェールス・スプレーグ少将の護衛空母部隊がいた。マッカーサー大将はナッシュビルを機関としていた。フェニックスは戦いの初日、上陸前の砲撃を大いに言って、日本軍の防御拠点を破壊し、上陸した第19連隊の進撃を容易にした。第七7 3任務部隊では、作戦中にオーストラリアが空襲で損傷し、 前線を離脱した。10月24日昼間、春勢提督が指揮する任務部隊のうち、空母エンタープライズと空母フランクリンの攻撃隊は、スールー海を闘進中の第1遊撃部隊第3部隊を攻撃し、戦艦不相と駆逐艦しぐれに若干の損害を与えた。近景度提督は、西村艦隊と皇族の第2遊撃部隊が、 すり顔海峡に向かいつつあると判断した。第38任務部隊の空母軍は、第1遊撃部隊に集中攻撃を加えており、第77任務部隊は、独力で、西村艦隊と島艦隊の進撃を阻止せねば、ならなかった。10月24日深夜から25日夜明けにかけて、第77任務部隊は、冷凍機海戦の戦いの一つである、すりが海峡野戦を戦った。 第77任務部隊の戦艦部隊と巡洋艦部隊は、すり顔海峡の警戒に従事し、定時戦法で西村艦隊を迎撃する。連合軍駆逐艦部隊の来撃で4隻が沈むか、戦闘不能になったので、すり顔海峡を北上してきたのは、戦艦山城、従順斎場、駆逐艦しぐれに過ぎなかった。第77任務部隊は、定時戦法で、 日本艦隊の残存部隊に集中砲火を浴びせた。フェニックスは6インチ砲を発射し、そのうちの4発が命中したと判断された。相手は山城だと推定された。この砲来戦で山城が沈没し、西村提督は戦死した。連合軍の駆逐艦アルバート W グラントが、味方巡洋艦の15センチメートル砲弾多数を被弾して大破、最上と、 シグレは損傷しつつも反転して退却した。第77任務部隊の巡洋艦や駆逐艦は監視を失っていた駆逐艦朝雲を袋叩きにして沈めた。シグレに逃げられたフェニックスは引き続きレーテワンの紹介を行った。11月1日朝、10機の雷撃機が侵入してフェニックスとその周辺の艦船を攻撃した。9時45分、フェニックスは 対空砲火を打ち上げたが、その5分後に駆逐艦クラックストーンは、神風の突入を受けた。フェニックスの5インチ砲は別の神風に向けられたが、駆逐艦アムメンへの突入を許してしまった。9時57分には、雷撃機がフェニックスに向けて、魚雷を落下させんとしたが、フェニックスはこれを回避で、雷撃機を撃墜した。しかし、雷撃機に気を取られている間に、 駆逐艦記念に、神風が突入して、損害を与えた。2時間半後、午前中以上の神風の大群が押し寄せ、13時40分に、駆逐艦、アブナーリードに一機が突入して、アブナーリードは炎上し沈没。他の神風は別の駆逐艦に向かっていったが、フェニックスの対空砲火はこれを撃墜した。ミンドロ島の戦いでの、 対空要員たちフェニックスは12月5日と10日にも、神風攻撃を受けたが、5日の攻撃は2機を撃墜して事なきを得、10日の攻撃は40ミリ機関砲で撃墜し、フェニックスから100メートル離れた海中に墜落していった。12月13日、ミンドロ島の戦いのため上陸部隊を護衛して、ミンダナオ海を航行中だったナッシュビルは、神風攻撃で大損害を受けた。 二日後の12月15日、フェニックスは、ミンドロ島上陸部隊への火力支援の傍ら、5インチ砲で、日本機を追い払っていた。ミンドロ島の確保と飛行場建設は、南シナ海の日本船の航路を脅かし、ルソン島の戦いを支援する下地を与えた。1945年初頭、ルソン島輪川沿岸に向かう上陸部隊の護衛を行っていたフェニックスは、 四季幌島近海で先行中の潜水艦の司令塔を発見した。マッカーサー原水は姉妹艦ボイシに乗艦していた。マッカーサーによれば、雷撃を回避した後護衛の駆逐艦が爆雷を投下し、浮上してきた日本軍の豆潜水艦数石を駆逐艦が体当たりして沈めたという。フェニックスは魚雷2本を回避し、逆に潜水艦に体当たりして、 これを始末したと主張している。日本側の記録によれば、特殊潜航艇公表敵を運用していたのは、セブ島の第33特別根拠地帯であった。公表敵部隊側は、1月3日の出撃で、駆逐艦一隻撃沈と衝突事故で輸送船二隻沈没、1月5日の出撃で、駆逐艦と、艦首不明格一隻撃沈、巡洋艦一隻撃沈と記録している。 2月13日から28日にかけては、マッカーサー原水の、コチコレヒドール島とバターン半島の奪還を支援する。ルソン島を確保した連合軍のうち、マッカーサー軍はフィリピンからインドネシア方面の総統作戦を行う。一息入れた後、6月29日から7月7日、までは、ボルネオの戦いの一つであるバリクパパンの戦いに先駆けて、 嫌い除去作戦を支援した。この方面の日本軍の抵抗は大きく、嫌いと防御砲火により11隻の総海底を撃沈または損傷させた。フェニックスは火力支援で防御砲火を沈黙させ、部隊を上陸させた。フェニックスはオーバーホールのため、真珠湾に向かっている途中に終戦を迎えた。9月6日にパナマ運河を通過し、大西洋艦隊に配属された。 コンカラーの魚雷攻撃を受けて沈みゆく、ヘネラルベルグラの1946年2月28日、フェニックスはフィラデルフィアで退役し、保管艦状態となった。1951年4月9日、ニューギニア及びフィリピンで共に戦った姉妹艦ボイシと共にアルゼンチンに売却される。当初、フェニックスはフアンペロン大統領により、 ディエシエテでオクトゥブレと命名された。続いて、ペロンの失脚後に、ヘネラル・ベルグラノと改名され、アルゼンチン海軍で運用された。フォークランドを紛争に参戦中の1982年5月2日、イギリス海軍のチャーチル急限視力潜水艦、コンカラーの魚雷攻撃を受け、左限監視と完備部分に魚雷が命中する。魚雷命中から間もなく、左限に傾斜し、沈没した。 ありがとうございます。